はい、行きましょうかね。本日お持ちしましたクイズです。さあ行きましょう。始まってました。第1問からお願いしますさあどうぞ。早いな。何ですか？なんかオープニングこんなことしようかなみたいな。やめとこう。やめてください、やめてください。本日じゃ早くやりますよクイズのとこをしっかりやりたいんで稲妻イレブンクイズ。あスラダン勝ちましたし、確かにで前回だったかな、うん、ワンピースも、うん、なんかいい線いったし、うん、まあここいらで本当にその5対0ぐらいの完封勝ちしてもちょっとクイズ自体バチラ上みたいな感じにしよう。あ、完封したいよ、ね、とどめ完封します。完封なんで今日は前回3点やったけど、はい、取ったら勝ちでいいわ。1問でも取ったら勝ちでいいわ。って言ってるワー君いけますかそれで出題者が。まあ確かに、うん、まあワー君に問題をお願いしてます。いいんじゃないでしょうか。だってこれに関してはマー君が今パッとその場で問題文考えるのよ今。うん、そうね、今考えて。前回と一緒ならそうでしょ。技名を見て、そうです、ネットで稲妻イレブン技とかで調べてバーッと技名が出るんで、出るやろね。でマー君稲妻イレブン好きなんで、はい、その時当時のイメージでこういう技やったなをマー君、マー君文にしマー君が言ってもらうそのイメージをね、うん、お願いします。マー君の言葉で言うんやろ。そういうことです。これがむずいんやろ。始まってる始めます。はい、相手がボールを持ってます。相手がね、うん、で、影があるんで、え、影が人にはあるんで、うん、お前に言われることじゃない別に。影があるんで、はい、影、相手が自分を抜いた瞬間に影を取ってボールを取ります。影を取ります。難しい。今何してる？相手がボールを持ってて、うん、普通に抜いてくるんでドリブルで、はいはいはい、それを影、自分の影で止める。その影を、相手の影を自分の影を伸ばして取ります。ボールを、影を取ったの？影でボールを取ります。相手の影は関係なくね。相手の影を自分の影で追っかけて影でピッそんな技あんの？ないです。いいなしです、これは。いや、なしでいきやす。こういう時もあります。答え教えてもらっていいですか？こういう時もあります。答え教えてもらっていいですか？すいません。来る。影縫いです。いやいや、今言おうとしたわ。何それ？いや、影縫いって言って、いい影縫いって言って外れた時がダサすぎて、なんか影縫いって出るやつ、中二病っぽくない？なんかふわっと出るやつ。兄弟揃ってな。どうしてくれとん？エゾさんだって1点取ったら終わりだったんで、ちょ影縫いからいこうかなと思って。いやいや、ちょっともう簡単なのでいいですよ。早押しで勝ちますし。なるほど。そもそも、はい、失礼しました。影縫い何回聞いても絵が想像できんかった。やったね今、うん、はい、いきます。はい、これを相手がボール持ってます。攻められとうね基本でディフェンスはさやろ多分。そうね、わ、うん、かりませんよ、いろいろありますから。いやもう十分むずいけん、むずくせんでいい。十分むずい。いきます、うん、すいません。相手の周りをぐるぐる回って竜巻を落として。竜巻旋風。違います。相手の周りをぐるぐる回って、そのぐるぐる回ったので竜巻を起こしてボールを取ります。ああ、あったあったあった。トルネードディフェンス。ああ、ごめんなさい。竜巻にとらわれすぎた。風神の舞。違います。風神の舞結構新しいな。結構古い。風起こし。違います。それピジョン。これ名前？小枯らし。違います。名前で。ちょっとごめん、バチラさんなこれは無理だぜ。むちゃくちゃむずいぞ。なんか前回はなあ、なんかさ、まずボールを持ちます、指を鳴らします、ピンポンピンポン、ヘブンズタイム、この程度やったやん。確かに確かに。ちょっとこれもなしでいきます。ちょ、答えもらっていいですか？これは一番最初に影の陣が使ってたコイルターンです。マジわかる。ちょっと
か。マジわからん。結構代表的だと思ったけど。影の陣。コイルトーン。影の陣いらんな。影の陣のモノマネ出てきた。いや、これ俺らだけかな。あーってならないんですそのコイルトーン。マジか、ちょっとやばいわ。負けでいいぐらい、もう。ちょっとごめんなさい。はい。じゃあ、今、これちょっとじゃあ、もう。反省するべき二人がいい。これ開き直って難しいの、うん、そんぐらい難しいの続けていただいて、その一問取ったら終わりにしよう。一問取りで勝ちぐらい。でも逆にそれなら俺もあるかも。あるよね。うん、難しいのして。印象に残った技とか。一問取ったら勝ち。はい。はい。いけると思います。はい。まず、うん、ボールを足で挟み。うん。はい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 。空中でサマーソルトじゃないね。違います。でもそういうのはある。なんかあるよね。うん、中二病よ。サマーソルト、サマーソルトとかそんなスッて出らんそんなアニメやろ。中二病なんて言ったっけ。ボールを足で挟んで、はい、空中で回転し、してノリノリの状態で打ち込みます。ノリノリの状態、津波ウェーブ。違います。うわー、マジか。絶対言ったと思った今。なんかノリノリっていうワードでノリノリあいつが出てきたね。ノリノリそうやね。ノリノリ、うん、ノリ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 マサノリさん、ノリマサノリ。津波じゃない、津波じゃない、津波じゃない。ノリノリの人、ノリノリっていうのはから、ノリノリの人、まずノリノリな人、デザ、デザームや。見てんやろあいつ。寡黙。超寡黙あいつ。津波じゃない。何それ。おらん。あー、待って。いけるね。ちょっと一回言っていいかな。どうぞ。これ壊れた。サンバブレイクみたいな。うわ。惜しい。あ、ブラジル代表みたいな。サンバシュート。違います。惜しい。でもカーニバルシュート。違います。びっくりした。ちょっと飛んでいけなくなった。いや、その当てずっぽじゃ無理と思うわ。ブラジル代表の人、ブラジル代表のあれか、ロナルジーニョみたいな。ロニージョです。ロニージョやのシュート技です。カテナチオカウンター。ブラジル代表でやってなかった。カテナチオカウンターみたいな。やめろや。カテナチオ。必殺タクティクスは出らん。これブラジルやったかな。必殺タクティクスは出らん。必殺タクティクス。いいね、いいねになっていく。いいねになっていくんや。これはもうでも厳しいか。え、なんかオリジナルな言葉なの。オリジナルな言葉というか、サンバシュートとかじゃない。あ、でもその、うん、惜しいけどね。シュートはないな。ドリブルか。いやいや、シュートだけど、技名にシュートはない。なるほど、そうやね。あ、いや、トルネードとかもしれない。オリジナルやね。うんうん、サンバ。あー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 、なんかあったな。結構俺は好きやね。アクロバットサンバ。違います。いや、もっとオリジナルやね。じゃあ変えよう。変えますかね、うん、ちなみに教えて。ストライクサンバです。うわ、いけた。いけたんや。ストライクサンバだったらシュートっぽさはそこで出す。変えたらまた問題ないんじゃない。あります。ある。おー、すごい。でももう、うん、簡単だね。もう当ててほしいね。あー、なるほどね。のやつでいきます。オッケーオッケーオッケー。うん、いきます。そんな当てれんだよ俺。ちょっと予定外やった。俺も予定外。同じぐらいかと思い。ね、ね、びっくりしたよ俺。パンで一問でも当てたら勝ちにしてやるよ。ね、俺も今同じ状況におるよ。申し訳ない。いきます。はい、はい、1点取ったら半分あげるわ。どういうこと。ハンバーグみたいなこと。まず、そうやね、地面に片手だけつけて、うん、もう一個の手は後ろにちょっと高く引いて、引くというか、あ、そんな感じ、そんな感じ。嘘や、ウルフレジェンド。うわ、すごい。エターナルブリザード。オッケー。いやー、オッケー、そっちや。危ねえ、マジで危ない。危ないよ。ウルフレジェンドこうやもん、ウィャーみたいなので、こんなやつや。危なっ。吹雪が出てきたんやろ。
鈍いちやー、なんでなんでなんで、あぶねー、いやだけ怖い、なんかね、ウルフっぽさ、ふわってやってさ、ふわってなるやつ、あーすごっ、いや引き寄せれたのにこんな仕打ちないわ、すごっ、危な、これマジすごい、グロッ、危な、気持ち悪ー、危な、2連続気持ち悪くされてる、あぶな、すごい、いやだー、マジか今の負け方、分かった気しないな、あんまり、ありがとう、レジェンドでよく言うてたね、マー君、ってなったもんね、うわ、どうなんで、これなんで吹雪で行ったと思った、当たったと思ったの瞬間、これは、次は僕が一番好きな技です、なんか何それ、そしたらなんか見てる人たちどう思う、技が近いやん、あんまこういうこと、マー君好きな技の情報とは捉えんねは、その次氷、氷がまとって、その次氷のこと言うやん最後に自分好きですよ、せめて氷早めに言えよ、絶対、あざっす、あざっす、一応勝ち、うん、よし、結構クイズは僕に軍配が上がってない、今のが軍配なんか分からんけども軍配が上がってない、まあ俺ワンピースクイズしか確かにダメか、そうね、勝ってないのか、第1回はだったがまあ余裕勝ちで、うん、第2回はなんかちょっとね、うん、ギリギリ感じみたい、ちょっと近々あの構えててください、イントロ動画聞こえてくるんで、またワンピースですか、うん、終わりました、ワンピースがだって楽しいじゃんありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。